ジュパニャジュパニャジュパニャは、クロアチア東部、ブコバルスリーエムの都市及び、基礎自治体である。ジュパニャは、クロアチア東部のスラボニア地方に位置し、標高は80メートルでサバ川を挟み、ボスニアヘルツェゴビナと国境を接している。小さな地方であるジュパニスカ・ポサビナ地域の中心でも、ある。ジュパニャは交通の要衝で、A3 高速道路によって、ザグレブやベオグラードと結ばれている。 幹線道路の D55 号線やビンコブチからの鉄道も通じている。また、隣国のボスニア・ヘルツェゴビナとは、サバ川に架かる橋によって結ばれ、国境となっている。近隣の町には北側にビンコブツィ、西側にスラボンスキブロドがある。ボスニア側の町は、南側のクロアチア系住民が多数を占めるオラシエや、南東側のブルチコがある。 ジュッパニアが最初に言及されたのは1528年に、ハンガリー王国のラザルース地図で、大ザパナブラキアの名であった。村が形成されたのは15世紀のことで、現在のブコバルであるブコボに属する、西ジュパニエブラとの村々とつながっていた。オスマン帝国から解放されると、オーストリア・ハンガリー帝国に属する。1884年から1932年まで、 ジュパニアには川な飯の工場があり、その後都市化が進んだ。1962年から1991年までジュパニアには約5万人が居住していた。1990年代前半のクロアチア紛争時にはクロアチア勢力側の131ジュパニア旅団が設立された。紛争中はジュパニアにはボスニア側から セルビア勢力による1万を超える砲撃がされている。1992年にジュパニアは死の地位を得る。1995年12月31日にボスニア・ヘルツェゴビナの国境管理権が米軍から NATO の和平利口部隊に移っている。かつて国境地帯を監視していたオーストリア・ハンガリー帝国時代の現存する唯一の監視塔があり、博物館になっている。 市場長として発展し、オーストリア・ハンガリー帝国時代には、鉄道の終点であった。2001年の国勢調査による人口は13,775人で、そのうちクロアチア人は96.45%を占めている。スラーツベンストラネスズパンヘ。ありがとうございます。